失格です。では早速間違い探しを始めましょう。1枚目がこちらです。覚えられたでしょうか。続いて2枚目がこちらです。2枚を並べてみましょう。間違っていたのはここでした。なお今晩の投稿になりますが、遊郭編第9話上弦の鬼を倒したのにて、煉獄杏寿郎は赤座との戦いであざを発言していないということが判明しました。他にも妻のトンボになりたいのトンボの真や天元さんがなんでフキを食べたのかなど、遊郭編第9話を盛りだくさんで語ります。ぜひ第45回鬼滅大学ご覧ください。